小田原湯河原広域農道は、神奈川県小田原市と湯河原町を結ぶ農道である。神奈川県によって整備が進められており、一部区間が共用されている。小田原市南西部から真鶴町、湯河原町にかけての丘陵地の農業振興地域での農産物収縮化作業や流通輸送の改善、観光農業の推進等による地域経済の活性化。 災害時の国道135号の迂回路としての防災面の効果等が期待されている。1996年に着工され、当初は10年程度の工期が見込まれていたが、休憩車地での工事の難航等により完成が遅れており、事業費も増大が見込まれている。2016年4月現在で合計5メ4 k m が供用済みとなっている。 小田原市内の共用済み区間の一部は、太公一余城と長閤山、史跡の道として美しい日本の歩きたくなる道500、1000に選ばれている。小田原箱根道路や神奈川県立生命の星、地球博物館に隣接する小田原市、入浦の早川に架かる太公橋を起点とし、同志早川、石橋、根深川、河野浦を経て、真鶴町、湯河原町を南下。 道庁火事屋地内の丁道幕山公園通り線を終点とする。国道135号及び神奈川県道740号小田原湯河原線の山側に並行するルートが計画されている。現在共用されている区間は小田原市内の2区間と真鶴町から湯河原町にかけての1区間の合計3区間に分かれている。ありがとうございます。